もう支度すん。オッケー。キャッスルにはまた好きな時に来れるからな。言うてくれたらすぐヘリ飛ばしたるわ。あんたはもう闘技場のスターやしな。ほな、蒼天堀に戻んで。いらっしゃいませ。こっちの要件は分かってるはずだ。花輪はどこにいる？最上階で頭と一緒におりますわ。けどあんたにはまずこいつらが失礼のないようしっかりおもてなししますんで。バットと鉄パイプでか。せっかくだが本気で俺をもてなしてんなら数が少なすぎる。おもろいの。大口叩きよる。わしらにしてみたら、頭はあんたを買いかぶりすぎや思いますわ。義龍さん。口喧嘩で勝つつもりはねえ。せめてそれぐらいはお前らに譲ってやる。その前にわしらへの挑戦権手にしてもらおうか。こいつら倒せんようじゃ話にならんさかいの。おう、わしらに気使うことはない。お前らで始末つけてかまへんで。いつでもいいぜ。来い。さすがやの。そやけどここでしまいや。行け。
兄貴をやったやつや。お前ら行くぜ。逃がさへんで。行くぞ。おい。叩き潰したれ。ここまで来たの。せやけど、そろそろおねんねの時間や。
花は？早かったですね。もっとのんびりでも私は全然平気でしたのに。もう大丈夫だ。よく頑張った。やっぱ伝説の竜いうのは伊達やないな。獅子堂から聞いております。ついさっきあの闘技場を勝ち上がってもうここに。鶴野、随分花輪を可愛がってくれたな。あんたがもっと早う俺らにつく言うてくれてたら、こんな痛い思いせんですぐあの家へ送ったりましたのに。俺はこれあんたのせいや思いますわ。桐生さん、ふざけるな。お前にはきっちり落とし前つけてもらう。俺らにつく気はないんやな。ずっと大道寺に尻尾振って生きていくわけや。そっち行ったとこであんたはこの先何も手にでけ。ほんまにそれでええんか。人の心配してる場合じゃねえだろ、鶴野。お前の人生だってここでもう先がねえかもしんねえんだぞ。ほなしゃあないな。よし行くぜ、やってるれ。へいへい。あなた一人で助けに来てくれたんですか？言いにくい話なんだがよ。他にあんたを助けようってやつはいなかったんだ。まったく礼を言わなくてはならないようですね。あなたは命の恩人です、上流。まだこれで終わりじゃねえ。なんであんたがこんな目に遭わなきゃならなかったのか、あいつから全部吐き出させてやろう。たっぷりお前をもてなしてくれた礼も兼ねてな。それはいいですね。最高です。
するの？聞きたいことは山ほどあるが、まずはっきりさせときて。お前らのバックにいるのは本当に渡瀬なのか？まだそこから疑われとったんですか。用心深いことで。俺は正真正銘渡瀬組の頭や。親父からはこう言われてました。今こそ桐生さんの力が必要やと。近江連合と、それから東条会のために。東条会のため？どういうことだ？あんたにとっても無関係な話しちゃいます。せやけど部外者のおるとこでは話せん。部外者？それはご挨拶ですね。ここまで痛めつけておいて、まだ私を部外者と。やったのは全部獅子堂やったやろ。俺は止めんかっただけや。これだからヤクザ嫌いですよ。まあ分かりました。何にせよ一旦場所を変えましょう。蒼天堀にもいくつか大道寺のアジトがあります。今度は私が聞く番ですが、覚悟してくださいよ鶴野さん。誰かがあなたを痛めつけても私だって止めません。それでお愛子ですもんね。桐生さん、これが正真正銘最後のチャンスや。うん。大道寺の首は外すんやったら、そいつの口を塞ぐんや。今ここで。そしたら後のケツは俺と親父で持ちます。この先一生そんな奴らの言いなりでっか。そんなんが堂島の竜と呼ばれた男の末路かいな。お前らは俺に何をやらせたいんだ？それは近江連合と東条会、この二つを解散さすんです。うちの親父と東条会の六代目堂島大吾、二人の共同宣言って。何？そんためにあんたの力が必要やと親父はそう言うてる。どういうことなんです？親父が来月出所を控えてるのはご存知で。そういえばそのくらいのはずでしたね。無所を出たら近江の本部で大阪中の組員に迎えられます。そこであの人は警察に当てて近江連合の解散を宣言する。今潜伏中の東条会の幹部たちも来る手はずや。そんで両組織の同時解散を宣言する。渡瀬がそれを望んでるのか？大吾たちも。だがなんで？もう極道の実態は暴対法の包囲網でニッチもサッチもいかん。末端の組員が一人暴走しただけでトップがパクられる。使用者責任や言うてな。実際うちの親父も今それで無所におる。警察や政治家の人睨みで檻に放り込まれるんや。いずれ極道の大門は奴隷の証と変わらんようになるな。だからそうなる前に組の解散を。そうです。群れごと首をはめられたら最後。それはもう二度と外せん。極道たちはみんな歯向かうことも逃げることもできずに先細って終わるだけや。東条会の六代目も同じ考えを同じ時期に持ったけど、何万にも膨れ上がった組織を一斉に解散させるとなれば大荒れや。
反対する奴らも山ほど出てくる。日本一でかいダイモンショット極道たちがや、到底抑えきれるもんやない。ただ伝説の竜と呼ばれるような男がおったら少しは話変わるかもな。おあいにくですが、桐生一馬はもう亡くなっています。そうですね、上流。それともやはり私の口を塞いで鶴野さんに乗りますか。もしあなたがその気なら私には止めようがない。約束します、桐生さん。近江連合最後の仕事や大土地出し抜いてあんたをもう一遍死んだことにします。そしたらあんたは自分の人生を取り戻せる。悪い話やないでしょう。沖縄の子供たちともまた会えるように。うるせえ、もう黙れ。桐生さん、花輪を殺すなんざ問題外だ。お前の話に乗る気もねえ。それと二度と子供たちのことを口にするな。あいつらは俺たちと何の関係もねえ。花輪、こいつで大道寺に無事を知らせろ。それでもうこの話はしまいだ。ええんでっか、ほんまに。いつか必ず後悔します、桐生さん。もう黙れと言ったはずだ。鶴野にはしばらく蒼天堀のうちのアジトで尋問を受けてもらいます。その話によって大道寺の渡瀬への対応も変わってくるでしょう。ああ、あなたは少し休んでから来てください。お疲れでしょう。アジトの場所はまた後で連絡します。珍しく優しいんだな。命を助けていただきましたのでね。ですが一応聞いておいてもいいですか。うん。さっきの状況では鶴野と組んで私の口を塞ぐことはそう難しくなかった。私のような日陰者が姿を消してもまず表に出ないでしょう。すると渡瀬組の提案は決して悪い話ではなかったはずです。また沖縄の子供たちと会えるようになるなら、あなたは私を見殺しにするだけでよかった。なのに、なぜ助けてくれたんです？俺は大道寺に向かって自分から死んでやるって啖呵切ったんだ。もうこの先の人生に何かを望んでいい立場じゃねえ。そんな俺のために他の誰かを死なせらんねえだろ。さすが伝説の極道。一度決めた筋は必ず最後まで貫き通すというわけですね。そんなんじゃねえ。だが俺の周りにはそうやって自分を貫いて死んでいった人たちが大勢いる。いつかあの世でその人たちに会った時、恥ずかしくねえようにしときて。もう俺にできるのはそれくらいのもんだ。なるほど。今ので答えになってたが。ええ、十分です。お引き止めしてすみませんでした。改めてね、ゆっくり休んでください。わかった。ただ今さらですが、くれぐれも人目を引かないように。ここは近江連合のお膝元です。
あなたの顔を知る人間も多いでしょうから。